アンブロジウス・ボスハールトは、オランダ海画黄金時代の画家。花を描いた、生物画で知られている。同名の息子も、画家のため、アンブロシウス・ボスハールトと表記されることもある。アントウェルペン生まれ。その地で画家としてのキャリアをスタートするが、プロテスタントに対する迫害を避けて、1587年に、家族でミデルブルフに移り、人生の大半をそこで過ごした。 ボスハールトは生物が特に花を多く描き、AB というモノグラムでも知られている。1593年にミルデブルフでセールカ組合に登録され、後に組合長ともなった。ボスハールトの3人の息子も花を描く画家となった。理の兄弟であるバルタザ・アルファンデルアストはボスハールトの工房で働いたこともある。ボスハールトはアムステルダムやベルヘン。 オプゾーム、ユトレヒト、ブレダなどでも活動した。1619年にユトレヒトに移った際、ファンデル・アストはその地のセール格組合に加入した。ルーランとサーフェリーも同じ頃に加入しており、ボス・ハールトはサーフェリーの影響を少なからず受けたと考えられる。ボス・ハールトはデンハーグで没死した。彼の死後、ファンデル・アストがその工房と弟子たちを引き継いだ。ありがとうございます。